絶対に転職先が決まる前に退職しないでください。こんにちは、滑らないキャリアエージェントの末永です。今回は退職をしてから転職活動すると地獄な理由について、リクルート時代から今まで4000人もの転職者の支援をしてきた転職のエキスパートとしての視点からお話ししたいと思います。退職をしてから転職活動をすべき、もしくは現職で働きながら転職活動をすべきという議論はよく聞きますよね。退職してから転職活動を始めるという方の意見としては、これ以上今の会社で働きたくない、今すぐにでも会社を辞めたいというものや、働きながら転職活動をしていると現職を裏切っている気がするからというものまで様々です。このような意見は非常によくわかります。退職してからの転職活動は今すぐ辞めたいという人にとっては、現職から解放されることによってストレスが軽減されますし、現職に残るという退路を断つことによって本気で転職活動に臨むことができるというメリットもあります。また現職が忙しすぎて転職活動の時間が全く取れないという人の中には、退職後に転職活動するケースもあります。ただし退職してから転職活動する場合はデメリットも多く存在します。結論からお伝えすると、現職を続けたまま転職活動をすることをお勧めします。このまま働いていると精神的に参ってしまうなど、よほどの理由がない限りは現職で働きながら転職活動を始めた方がメリットがあるのです。なぜ退職してから転職活動をするのをお勧めできないのか、今回の動画ではその理由を4つご紹介します。もし退職してから転職活動を始めようと思っている人がいたら、この動画を見て転職活動の進め方について見直してみてください。退職してから転職活動を始めると地獄な理由の一つは、経済的な不安から焦りが生じてしまうからです。退職をすれば当然のことながら収入は途絶えてしまいます。アルバイトをしながら転職活動をすれば問題はありませんが、そこまでする余裕はないと思うので、基本的には無収入の状態で転職活動をしなければなりません。転職活動はスムーズにいったとしても、準備期間も入れると転職先への入社まで2ヶ月はかかってしまうために、最低でも2ヶ月は無収入の状態を覚悟しなければなりません。2ヶ月ぐらいなら貯金を崩していけばなんとかなるという方もいると思います。ですがもし3ヶ月、4ヶ月、そして半年と内定を得ることができなかったらどうでしょうか。場合によっては100万円近くの支出が発生してしまうかもしれないですよね。そうなってくると経済的な不安から多くの方はまともな判断ができなくなってしまい、とにかくどこでもいいから内定が欲しいという状態になってしまうのです。すると希望していた仕事とはかけ離れているものの、これ以上無収入の状態を続けることは困難だという理由から、とにかく受かったところに入社するという事態に陥ってしまいます。これはいい転職だとは言えないですよね。転職活動においては長期化リスクも見据えて活動をしなければならないのです。もし現職で働きながら転職活動をしていたら、このような状態に陥ることはないために正しい判断ができると思います。では経済的に余裕があれば問題ないかというと、そうではありません。それは次の理由で説明します。退職してから転職活動を始めると地獄な理由の2つ目は、ブランク期間が長くなると転職に不利になるからです。経済的な余裕があれば転職活動が長期化しても問題ないのかというと、そうではありません。長期化すればするほどマイナス評価を受けてしまうことが多くなってしまい、内定を得ることが難しくなってしまうのです。ブランク期間が長いということは、それだけの期間働いていないということになりますよね。そうなると企業側としては、前職で経験したことを忘れてしまっていないか、いやパフォーマンスを発揮して働くことができるのかと心配になってしまいます。不利になる理由はそれだけではありません。ブランク期間が長いと、この人は働く気がないのでは、本気で転職活動していないのではと思われてしまい、書類選考の段階で不採用が連続してしまうことが多くなります。なので退職してから転職活動をした場合、長いブランク期間が発生するリスクがあり、そうなってしまうと転職に不利になるので要注意です。その点、働きながら転職活動をすればブランク期間が発生することはないために、安心して活動を進めることができます。退職してから転職活動を始めると地獄な理由の3つ目は、リスク管理ができない人だと思われる可能性があるためです。これまで退職をしてから転職活動を始めてしまうと、様々なリスクが発生してしまう可能性があるとお伝えしました。なので採用する企業にとっては、この人はリスク管理ができない人なのではないか、退職してから転職活動をするなんてリスクがあるということを本当に分かっているのかと思われてしまうこともあるのです。実際にここだけの話ですが、
離職中の人は理由を問わず書類選考で不採用にすると明言をしている企業もあるぐらいです。現職が忙しすぎるなど企業が納得する理由があれば問題ありませんが、基本的には退職してから転職活動をすると先のことを考えて行動ができない人というレッテルを貼られてしまう可能性があるために注意しましょう。またやむを得ない理由があり退職してから転職活動をしている方は書類選考の段階でそれを伝えるようにすれば選考の突破率が大きく変わってくると思います。退職してから転職活動を始めると地獄な理由の4つ目はやっぱり現職へ戻るができなくなるためです。正直これが最も大きな理由です。今の会社が嫌で転職をするのだから戻ることなんて考えていないと思われる方が多いと思いますが、実は退職をしてから後悔をする人が意外と多いのが現実です。退職当時は感情に任せて辞めてしまったものの、転職活動で様々な会社を見ていくうちに実は恵まれた環境だったのかもしれないと思ったり、急に不安になってきた、現職に残ればよかったと思ってしまうことがよくあります。しかしすでに退職をしてしまった身なので、すみませんやっぱり残りますが通用するケースは少なく、戻りたくても戻れないということになってしまうのです。先に退職をしてしまうと、もし現職に残りたくなってしまったとしても受け入れてもらえないために、本当に今の会社を辞めてしまってもいいのか、一時的な感情に任せてしまっていないかをよく考えておきましょう。実際に滑らないキャリアエージェントやマジキャリで支援させていただいた転職者の方の中には、転職活動やキャリア相談をする中でやっぱり今の会社で働き続けるという判断をする方が一定の割合でいらっしゃいます。働きながら転職活動をしていれば、現職に残りたくなったら転職活動をやめるだけなので、そのような心配をすることはないですよね。本日は退職してから転職活動を始めると地獄な理由として次の4つの理由をご紹介しました。経済的な不安から焦りが生じてしまうから、ブランク期間が長くなると転職に不利になるから、リスク管理ができない人だと思われる可能性があるから、やっぱり現職へ戻るができなくなるから、退職してからの転職活動はこのようにデメリットも多くあるため、本当に退職してから活動しなければならないのかよく考えてから行動するようにしましょう。またこの動画を見ている方の中にはすでに退職をして転職活動を始めている方もいらっしゃると思います。そういった場合はきちんと意図があって退職したことを書類選考の時点で企業側に伝えるようにしましょう。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございます。僕が経営するアクシス株式会社では、理想のキャリアに向き合うキャリアコーチングサービスマジキャリと、累計4000人以上の転職支援をしてきた滑らないキャリアエージェントを提供しています。また自分の市場価値を知りたいという人向けに無料の診断サービスを提供しています。概要欄にすべてリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。書籍キャリアロジック成功する転職面接も Amazon や全国の書店で販売してますので、ぜひ手に取ってみてください。この動画が少しでも役に立ったと思っていただいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。